ちゃんハンターハンターわかるっけ。はい、ね、キメラント編だけちょっとわかる。あ、ほんと？あの、なんかさ、このおじいちゃん見てるとネテロ会長思い出すんだけど、私だけかな。あー、通りで飛べるわけだよ。いや、そうなんだよね。感謝の聖剣好きだよ、こんなもん。うん、もうね、そろそろね、やり始めるんじゃないかなと思って見てる。そうだね、始まるかもしれないね。フォッフォッフォって言ってほしいところだよ。これはこっち？こっちか。どこに行くんだい？端っこまで行ってみようか。そうだね。あ、行けるね。あ、はいはいはい。あー、綺麗。うん、良いですな。海辺の思い出がね、思い出せるんだね。ムフンじいちゃんハッペンだ。うん、え、これどこ行けばいいの。あ、おお、ね、動くぞ。動くけどこれどうするの。え、浮く浮く浮く船浮いてるんだわ。ほんとだ。あ、どうなんだろう、船とうまいことなんか交わったら乗れたりするのかな。なんだろうね、おじいちゃん。あ、ごめんね、おじいちゃん、ここまで来れる。あれ来てもでもあれだよね、この山はさ、降りたら動く、この山自体。うん、おじいちゃんが乗ってなくて動くんだから、これを上げればいいのか。これをちょっと上げてみる、こういうこと。で、船とくっつけてみる。見えない。あ、わかったわかった。そしたら一回ここまで来るんだ。で、端っこまで来て置いて、で、この船を動かすと。なるほど。あれ、つかめない。 OK。 で、ここか。ここならおじいちゃんいけるでしょ。ここどうよ。ね、ここならおじいちゃんいけるでしょうね。だいぶだいぶね、お年寄りにやらせるなって感じだけど。あ、どうだろう。完全に。あ、待って待って、近くよ。あー、もうそこ止めて。ちょっとギリギリすぎるのかな。え、あと一応一応。あ、でもここで乗るっていう仕様じゃないのかな。ないのか。ここまで来たら建物には、建物に、あ、建物入っちゃう、この船。なんか船入っちゃったりしない。しないしないね。んー、じいちゃん乗れそうなんだけどな、おじいちゃんならね。うん、乗れそうなもんだけど、あと掴めるところだと、じゃあ言うなって感じなのかな。うん。あ、でも繋がってない。今さ、あの、動かそうとした時さ、船のところに線出なかった。あ、出てた。ちょっと待って、このせいかな。で、微妙にね、水平線が黄色。あ、でも出てるね。出てる出てる。だから多分これをつなげればこうか。うん、乗れるはずだね。これで繊細な作業。繊細な作業。繊細な作業。ここかな。あ、マジで挑戦するって難しい。難しいね。ここだ、ここだ。よしよしよし。で、ここに。で、これでいけたか。なんで、ちょっと乗せて。今乗ってるでしょ、絶対。これどうなの。今もう繋がってるけど。だって乗れないよ。あれ？え、ちょっと待って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 、なんで？あ、行けた。行けてない。いや、行けそうだけどな。ねえ、船にね、乗ってっていうところが。そうで。うぐいっと行こう。行かないな。行かないか。もうちょっとこっちかな。この辺？そうね。
どうですか、ここ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 、ね、あ、行けた行けた行けた、うまく行けた気がする。行く機会、おじいちゃん行けたー、やったーやったーやったよいや、結構そっち向きで乗る、おじいちゃん逆逆ねえ、結構距離あったしねえねえ、おじいちゃん強いな、全然ずっとバックで運転してるけどうん、ちょっとあのね風景多種あ後ろ側の風景楽しんでるのかな、なるほどね、そういうこと、うん、ちょっとあの上級者向けの楽しみ方してるねきっとね、そうね、この人気になるな、てかこの鳥も気になる、うん、確かに、さ触れるかな、さ海って感じね、あ鳥が触っても何もなかったこの辺も触れるんだね一応なんか、うん、ほらあいろいろね動かせるんだ、動かせるってか、つつける、うん、つつける、おじいちゃんなんか座っちゃったね、ほんだね、ここは灯台かい、え、これどうすんだろう、あ、開いた、うん、あ、開いた、あ、魚釣れた、うんうんうん、おお魚が釣れて、また釣りに行く、なんだろう、何かあれか、あ、この鐘鳴らすのかな、あーっぽいかもね、ね、鳴らしてみようか、あ、いい音、あーあーこの鐘の音を聞いて、うん、ああーあーでも結婚できたんだね、おめでとうね、え、子供授かり込んだね、あーね、これね、ちょっとね、多分そうだよね、まあそういうことだと思うね、うんうん、いいですね、なんか、おじいちゃんめっちゃ幸せそうじゃないですか、ほんとよね、うん、いいじゃないの、いいじゃないの、暖き、明かりのこのゲームのあれですね、明かりの表現の仕方がいいですね、また、うん、そうだね、綺麗、めちゃめちゃね、こう色味に合わせて、うん、なんか空気感がある、いいライティングでくるよね、うん、こっちの心に届くような明かりですね、うん、さてさて、さてさて、これはバス？電車？電車かな？電車か。ちょっと高さがあるもんね。うん、なんか可愛い音した。汽車かい？汽車だね。あー、じゃあ乗る？乗る。これは触る？乗ります。乗れたか今。乗れた、乗れた、乗れた。うんうん。ああ、いいね。あね、だいぶもう遠くに向かっていってるんだね。そうだね。え、ちょっと待って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 。びっくりした、びっくりした。いや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 、汽車汽車、ちょっと今油断してたわ、ね、脱線してたわ、ねえ、未曽有の大事故が起こるところだった、えっ、ちょっと待って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 、危なー、急ブレーキ音がする、もうヒヤッとするね、うわー、あ、しまった、待って、下下下下下、一応でもね、うん、あれでしょ、飛び出して走るとかではないんでしょ、きっと、わわわわ、そうだね、多分止まってくれるだろうなっていう気はするけど、なんか操作してる方としてはね、もうなんか、あ、やらなきゃっていう、あ、わわわわわわ、まあそうだよね、あ、ちょ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 、こう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 、オッケーよし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 、ゆるやかに進んでいきますね、ここもか、こうか、え、ちょ待って、これ、ちょだいぶ脱線してるぞ、大丈夫か、この電車、ねえ、この鉄道大丈夫か、
なんだろうね。鉄道会社でものすごい地殻変動が起こってるね、この辺。うん、おじいちゃんの力なかったらもうあれだよ。本当だよ。この会社はやばいよ。紙を載せててよかったわね。よかったね。ネテロ会長だからね、地形を動かせる。これは下げる。あ、下げる。ほう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 。なるほど。あ、面白いねこれね。ほうほう。なかなか慣れると面白い。ありそうでないゲーム。あ、つかめないつかめない。ごめん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 。止めちゃった。ごめんよ。オッケーオッケー。ここもね、ちょっと待ってね、ごめんね。はいはいはい。微妙な調整がね。なんかあの、ちょっとさ、ゆっくりになってくれるのが優しいね。そうだね。ちょっとね、あ、待って、ごめんごめんごめん、また止めちゃった。あ、いいですか?OK ですか。スイッチの操作難しいんですよ。なんかね、うん、うすうすそんな気はしてる。うん。多分ね、あの、テレビモードだから余計に難しくなっているんだよね。OKOKOK。タッチパネルだったら多分もっと簡単なんだと思う。シュッて指で操作するだけだから。見て、オッケーオッケー。あ、でもちょっと慣れてきた。はいはいはい。え、ちょ、これダメですか？ちょっとビサだと。オッケーオッケー。微妙な、ね、そうそうそう差がね、うん。やっぱ石ころ一つでもね、線路は、うん、危うくなるからね。ずいぶん小刻みじゃないかい？ね、だんだん増えてきたもんね。え、ちょっと神神神、ちょっときついよ。神お忙しい。神遠隔操作きついよ。ちょっとあれ分かれるのかい？分かれた。なるほど。あ、どっちでもでもいいのか。まあ、多分どっちでもいけるけど。って感じね。うん。あ、待って。止まる。あ、すいません。ちょっと走よう。オッケーオッケー。おー、ちょっと待って、それは罠。罠だね。ちょ、今、違和感なかった。あー、すごい油断するな。パッと見わかんないもんな。これさ、正直さ、ちょっと風景を楽しむものだと思ってたんだけどさ、全く楽しめてないんだけど。そんな余裕はないね。まさかね、運転士以上のね、緊迫感で臨むとはね。いや、思わないよね。これ今のとこ何だったんだろう。あれかな、下のルートがなんかあったのかな。ね、あったのかな。ほい、よし。結構あるね、この道のりね。そろそろ終わりかな。あ、終わったかな。おじいちゃん、窓の外見、おじいちゃんは窓の外を見て楽しんでいますね。あの子供はどうした。なんかどうした、どうしたんだろうね。これはどういう図なんだろうね。なんだろう、おばあちゃん遊んでくれないから椅子と遊んでる感じかな。まあそうね、椅子の背もたれにこれは何をふわふわさせてんだろう、なんかぬいぐるみ当ててる気がするけど、ぬいぐるみかな、なんかなんだろう、なんだろう、触れるかな。車輪的なものがついてるね、なんだろうな。あ、飛行機か、プロペラがついてる。あー、飛行機か。あ、クマ、クマで遊んだろ。クマ、床置きしないでさ、椅子乗せてあげて。なんでクマ、床置きしてるの。ばあちゃん、ほら、遊んであげて。これ、あれかな、新聞取れたりするのかな。新聞…あれ、あ、なんか、うわー、おじさん、どうした。仲良くなった。いらはい、いらはいと。あ、また、あ、子供ね、生まれたのね。よき、もう二人の顔がいいね、もうこれね。
愛で溢れておる。うんうん、あったけぇ。そうだねぇ。良いなぁ。やっぱ絵がいいね。うん。なんか伝わってくる感じがする。ね。うん。すごいね、セリフとかないのにね。うん、確かに。おじいちゃん、あれ一人になってる。降りたのか、みんな。じゃあだいぶ遠くに来たんだね、おじいちゃんは。ずっと一人で乗ってるぐらい。うんうん。ロッチェスレアウ。ロッチェスレアウらしいです。ロッチェさん。スレアウ。スレアウらしいです。へえ。どこ行けばいいんだ。あ、電車、汽車がなくなっていく。え、あ、こっちかな。こっちかな。ん？違うのかい？これは、あ、こっちか。多分こっちかな。あーと、あれかな？先が見えるのかな？かな？待合所みたいな感じか、あそこは。はい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 。これあれかな。あ、いつものやつですね。あ、いつものやつですね。はーい。オッケーオッケー。先進んでみましょうかね。知ったる神の技。え、でもこれ進めなくないか？ちょっと待って。めー。めー。めーが邪魔してる、めーが。あ、めー邪魔しておる。めー。これどうする？こっち。あ、これで下下げるのかな？え、下がるん？そこらへん。羊どうするんだか。あ、あ、追い払える。あ、追いやる。なるほど。追い払える。めっちゃ物理。物理だった。あ、これでいけるいけるいける。え、羊をまず乗っかすところからか。これどこに乗っかせばいいんだ。こうか。あ、え、ちょっと待って、一人かわいそう。うんうんうん。こっちに行きたいから、この子たち乗っかして。で、これでいいのか。うんうん、うん。あ、なるほどね。羊たちは草のところに集まっていくから、追い立てると草のところに行くのか。あ、違う、ごめん、おじいちゃん。こっちこっち。え、これは？おじいちゃん、これ越えれ、え、越えれないよね。え、そこになんかあんの？あー、なんか塀的なものが。そうだね、塀があるね。え？そっちに行くのかな。あ、わかった。これこうじゃない。うん。こうか。で、右に行くのか。先かな？うん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 。これ下げられないもんね。そうだね。うん、お、こっちだこっちだ。うんうん、ナイス。正解。握手。お？で、お？だいぶわかったね。ああ。下げれない。なるほど、なるほどね。わかったわかった。でもこれ一回おじいちゃんこっち側に来てもらって、うんうんうん、ってことだね、多分。で、こっちで、これを下げる。そうだね。で、これを上げる。上げる。で、ここまで来る。ん？この後どうすんだ、でも。そこも、岬も上げておいた方が。れる、うんうんうん。で、ここかな？だね。よし、オッケー。よくそこまで行って。あ、来ない。そっちか。かないと。わしゃ座るんじゃいと。ね、椅子あったね。確かに。おじいちゃんごめん。ね、確かにね。椅子という椅子にはやっぱお年寄り座ってるもんね。うん。町のベンチはね、誰のためにあるかって言ったらね、そういう方がお休みができるようにですからね、きっと。おっしゃる通りでやんす。思い出すかい？うん、思い出したかな？来た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 。やはりヒゲきっかけですね。ねえ、なんかしょんぼりした顔してるけど。これさ、お母さんは？おらんの。さっきからお母さんいないんだよね。なんか見当たんないよね。待って、お母さんどこ？
してしまったのか。おじいちゃん瞬間移動したよ。自力で乗ること可能なんじゃない？おじいちゃん、じゃできるじゃん。もうできたじゃん。できたね。やばいな。最近さ、積み木の家っていう映画をさ久々に見たんですよ。映画というか、昔なんかあの賞を取ってた、あのショートアニメみたいなやつ。そう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 、ね、最近はさそういう系のやつを見れる、なんていうの、リアニメストアとかでさ見れるんだけど、なんかそれを今ふわっと思い出しましたね。あれはもう涙よね。あれ涙ですね。あれ涙ね。ちょっと今ちょっと怪しくなってきました。怪しくなってきた。もうすでに、うん、怪しくなってきたな。ちょっと目頭が熱くなってきたかもしれない。やばいや、この後見れるかな、私。ちょっと待って、進めない。ちょっと待って。ここでしょ。あ、ここ。あ、ちょっと待って。ここまで行ける？すごい、なんかもう一瞬で繋がった。ね。見事。あ、綺麗な丘だね、これ。またオレンジ、黄色、緑、赤。ね、ここまで来て、いいやつだもんね、これね、きっと。そうだね。ここまで来れる。ものすごい。あれ、おじいちゃんがなんか死ぬ。あ、おじいちゃん、そっちじゃない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 。おじいちゃん、違う。あ、待って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 、そっちも違う。そっちじゃない。ごめん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 。待って、おじいちゃん待って。なるほどね、ここだね。あれ、ちょっと待って。でもこれじゃない。こっちかな。右かい？え、これ、それかい？あ、違うかい？めちゃじゃない？でも多分ここじゃないって思うんだけど。待ってね。下行かないよね。もう上にも行けないし。わからない。わからない。で、どうすんだろうね。あとこれだよね。あー、なるほど。なるほどね。これでも行けるか。したら。ここまで行けますね。とりあえず分かんなくなったら、いかん、おー、そこで行くんだ。そういうことか。そうそうそう。毎回な、おじいちゃんが水辺に向かうだけでな、なんか、いや、あや、慌てるよね。気持ちは分かる。なんだろうな、左脳では分かるんだけどね、右脳が全然ついてこないんでね、めっちゃ動揺する。だからね、このおじいちゃんね。そうだね。ここまで多分行けるよね。そこで、あれか、今またじゃあ羊を置かれるか、あ、でも羊ってことかい。すれ違うことは可能なんだ。いけるね、これね。行くんだね。あ、全然いけるじゃん。羊怖くないな。そうだね。触ればいいだけだ。羊を恐るるに足らんな。なんだろう、この悲しい感じ。お姉ちゃん、こんなところまで一人で旅しないでよ。そうね。さ、うん、でそれこそさ、子供はどうしてるの？子供はさ、もう、うん、どうしてるんだろう、気になるね。うん、お姉ちゃん、ひげ触ろうか。頭もすごい触りやすそう。そうだね。これどこ、え、何かがあるのかな。何かがあるのかな。え、なんだろう。電気、あ、電気か。街灯、うん、これだ、これだ。いや、ほんと照明上手だわ、このゲーム。なんか写真置いてある、左側に。ほんとだね。探してるのかな。そうでしょ、そういうことなの。なんで、どこ行っちゃったの。どういうことなんだろう。でも地図だよね、地図で何かを見てて。そうだね。
じいちゃん、おじいちゃんになって探してるってことはそういうことなのかな。どうなんだろう。でもね、手紙が来たから旅立ったんだよね。そうだね。あの手紙は何だったんだろう。おじいちゃんさ、家でさ一人でいるのもちょっと悲しいけどさ、この、この状況もちょっとどうしていいのかって感じだよね。なんか、どうしても一人っていう説ですね。うん、おじいちゃん一緒に旅できてよかったよ今回。ちょっとあのゲーム外だけど。そうね、ゲーム外だけど、でもおじいちゃんと旅できてよかったよ。ちょっと、ここは交える。これはちょっと待って、あれ？ちょっと待って、これどう行くんだ？この後ろかな？この後ろが、あ、違うか。あ、分かった分かった分かった。おじいちゃんまずここだ。ここだ。オッケーオッケー。でその後で、ここだ。こいつを動かしてやると、でこれもあれ、こうか。あ、こっちかな。そこね、壁があるからあっちにも行けない感じだよね、多分ね。多分そうだね。でもこのまま行けるのかな。あ、わかった。こう、あれ下げれない。これあれか、じゃあ1回戻って、あ、これこっちか。手前に行くのか。手前側に行くんじゃないかな。でもちょっと民族だね。ちょっと微調整が必要だね。こうで、こうだよね多分。そうだね。下が、おお。こうだね。オッケーオッケー。これで大丈夫かな。だんだんなんか核に迫ってきたような、どうなんだろうなっていう、なんだような感じだね。感じだね。まだ全然ね、誰を探してるかもわからないし。ねえ、なんかすごい、なんだろう、なんかお金みたいだね。古銭みたいのが落ちてるね。うん、波動開示みたいな。懐かしいね。こんなでかくないけどね。うん、古代、だいぶ古代だね。うん、だいぶ古代だね。あれ、え、おじいちゃん大丈夫。おじいちゃん、ちょっと待って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 。おー、おじいちゃんには当たらないのね。なんかちょっと樽なのね。あ、樽なのか。ワド怪人じゃないのか。そんなことない、わかんないけどね。ワド怪人が一番しっくりくるけど。あれ、これどうすんの。あ、じゃあやっぱり向こうにどっかしらで、もうちょっと下げるのかな。下がるかな。下がりそうだけど下がらない。下がらないか。うん、もうちょっとあれかな、これを上げるのかな。うんうん、これ、あ、わかった、こっちだ。これも違う？違うか。でも最終的にあっちに行くぞという思いでちょっと戻ってみる？そうだね。うん、
で、そうするとやっぱあの壁をここ行けるのかな、なんか刺さってみてる、うん、そこに向かっていきたいよね、うん、でもとなると多分石の壁があるから行けないんだよね、うん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 、壁で、そしたらここやっぱ下げるとかなのかな、下がんないよね、下がんない、見て下がらない、上がらない、さっきの和道開珍に意味はあんのかな、うん、どうだろう、もし必要なのだったとしたらこの後多分右に戻ったら復活してるよね、確かに見に行こうか、うん、ちょっと見てみようかね、あ、なるほど、岩の壁をあれで壊すとか、うんうん、あーなるほどね、うん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 、ないないとはとりわけ必要なギミックじゃないってことかかな、うん、とりあえずちょっとタッチしてみて、いけないよね、でもじゃねえ、おお、というかこのさ端っこまでおじいちゃん行かせたくないんだけど、 おあ、おじいちゃんこれ危ないんじゃん、あ、おー、でもおおじいちゃんおじいちゃんおじいちゃん生きてた、よかった不思議な力で生きてた、やはりあなたが神か、やはり神だわ、あ、ヒヤッとしただね、ちょっとワンチャンゲームオーバーあるかと思った、そうね、うん、ここに来てね、まさかの爆発エンドバーンつってね、うん、そんなちょっとこれは旗かな、うん、こいかな、あー、あ、旗が飛んでった、飛んでったね、あああら、あれ、おじいちゃんこれはお母さんを探してとかではなくて、単純に宝探しがあれか、そうだね、ロマンを求めていった感じだね、確かにね、なんか普通にこう世界一周みたいな、うん、うんうん、ね、航路をたどってたもんね、まるっと回らないにしろ ね、 うん、そういうことか、なるほど、うん、おじいちゃんここからどうするんだ、うん、不思議な力であれか空飛ぶのかな、あ、本当にもう今その力見せてくる滑空するのかなあ、また消えた、読み込み画面、うんうん、これもじゃあ多分壁を壊す感じなのかな、そうだね、多分そういうことになるね、どうやっていくんだろう、ここかな、あれ、ここかな、あれあれ、どうすんだ、これ自分乗ってるからダメだよね、うんうん、上がらないし、これか、一番手前、違うな、どうすんだろう、行ってみるか、ハテナになるかな、うん、うんか、姉ちゃん可愛い、推しに行けと、これどうなんだろうな、これか、いやでもこれはこっちだよね、そして交われないんだけど、真ん中を上げる、うん、こっちだ、で、これを多分下げるところまでもそうな気がする、あれ下がらないな、
かな。こうか。なるほど。これで、はい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 。オッケーオッケー、わかった。オッケー。そしたら、おじいちゃんここにいるでしょ。うん。そうだから、あれ戻れる？これ。戻れんじゃない？後ろの山下げて。うんうん。こうか。でこれ下げればいいんだ。下げればいい。これ上げ、あ、ちょ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 。よいしょ。上げると。意外と難しい。はい。角度、そんな今衝撃だったけど今そんなにそんなにデリケートというか難しい、衝撃の徐行運転だったよ今。待って、ここまで下げておいて、はい、ぐわっと上げるんだろうけど、こっち下げとかなきゃだよね。そしたらそうだね。で、そしたらじゃあ、あ、いける。で、ぐわっとここまで、すると、はい、ドーン。おお、細かいね。で、繊細な作業なの。すごいな。あ、こっちまでいけるのかこれ。なるほどね。おじいちゃん大変だねこんな旅。うん、これ樽じゃないって言ったけど、石壁を壊せる樽ってことはないよね。そうだね。何なのこれは。和道開珍じゃないかな。和道開珍なのか。下ろしちゃっていいんだよね多分ね。うん、いいんじゃないかな。おじいちゃん乗せて。うんうんうん。また勢いがいいのか。また下げるのかな、こっち。大変。そうだね。掴めない。多分スマホとかだと思ったら、さささっといけるんだろうね、きっとね。これを、ちょっと上の方、ね、おーい。そっちが上がるのかい。ああ、いい感じ。ね。これで、多分角度をつけると、うん、いけると。よし、来い。ポロッといって、はい、どーん。ナイスー。で、これが下げられる。あ、下げれる。はいはいはい、ここまで行ける。あ、落ちちゃう。ごめん。落ちちゃう。え？ゆりちゃん。あれ、こっち行けない？なんでじゃ。あー、ちょっとあれかな。繋がってないのかな？間の山のところが。左。あ、もしかして。そう。そこそこ。細かいね。難しいんだって、これ。なんでだ。プルプルするな。ちょっと待ってね。コントローラーの感度もね、だんだん感度再設定ってないのかな。あー、そうだね。あ、できた。これでできるんだ。R で直せる。あー、よかった。オッケー。かわいいね。これで、あ、待って、今度こっちが交わらなくなる。わかった、じゃあ、ちょっと一回これ下げて、これで、おじいちゃん、ちょっと戻って。ビサだね。ここだね。おぉ。これでどうだ？これさすがに、さすがにこれはもう。これ多分このままここまで行けばいいんだろうね。下にひるっと。そう。もう匠の技ですからね、ここまで来たら。あ、でも、あ、もう一回の水場は。オッケー。お年寄りは勘弁して。そうね、いやー。でもこのおじいちゃんのさ、その、なんていうか、川の折り方、もう、ベテラン感がさ、まあ確かにね、半端ない。ちょっと遊び心すら感じるもんね。ね、余裕があるよね。おーおーって落ちてくるね。うん。あ、ここにあるね。これがここにあるから。それだね。下に下げれるのか。お？え、そこからそこに？ダイレクトアタックだね。すごーい。ホールインワン。これでいいのかな。え、あ、風車動いた。
え、これどっち回し？あ、なんかそこにもある。ほら、あー。待って、この風車何なの？関係なさげよっていう。これか。おじいちゃんちょっとこっち側避けとこうかね。これこっちかなっていう気がしてる。うんうん、そうだね。あ、おじいちゃんいるからダメかもしれないね。おじいちゃんいるから。じゃあこっち行こう。おじいちゃんを奥に避難。で、そして、ここ一回上げて、多分ギリギリまで行かないと。そうだね。こうで、あ、違うか、逆か。こうしておいて、その上で、難しい。難しい。難しい、これ。こうか。よ、これでどうだ。あ、ちょ、あ、上げなきゃ。オッケー。足りない。おじいちゃんも後から追うか。そうね。はい、で、多分おじいちゃんここにも行けるからね。オッケーオッケー。いいですね。調子いい調子いい。風車何なんだろうな。回して何かいいことがあるのか。あ、ごめんおじいちゃん。全然邪魔した。でも風車が。なんかせめてさ、おじいちゃん傘さしてほしいんだけど。確かにね。つぶらな人に思い出すことはありますか？ここ火をつけるとかそういう感じなのかな。ああ、やっぱそうだ。おお、すごい。いや、観察眼がねつって素晴らしい。泣いてる？おじいちゃん泣いてた？今泣いてなかったね。ああ、俺は行くって言って旅に出たんだね。おじいちゃんが旅に出た方だよね、これね。そうだね。子供がな、もうお母さんは迎えっていうか、もうなんか送りもしないし。でも子供が勝手にすればいいわって言って。勝手にすればいいわだね。でも子供はさ、行かないでっていう感じだよね。仁王立ちしてるからね。まあね、そうだね。子供立ち方かっこいいな。かっこいいね。でもやっぱこう、水夫というか船乗りとしてのね、夢を取ったんだね。夢を追ってしまったか。うん、にしてもおじいちゃん、海辺に住んでないんだよな、そこまで。海辺というかさ、なんだろう、船乗り感がないよね。まあ確かにこう圧倒的な身体能力とかにはね、なんか船乗りの名残を感じるけど、まあそうね、現状、なんだそこに一人で。どっちかっていうとなんか山登ってそうな感じだけど。